ところでどれからスタートするんですか。いいよ。え、名前と名前、年齢、本ポイントですか。いいですか。井上隆です。19歳で宮崎県の日南市 B ポイントでサーフィンしています。何のプロですか。サップとロングとショートのプロです。ショートは去年、去年は、66位です。あ、ロングが、ロングがグランドチャンピオンです。で、世界、世界は、12位です。で、サーフィンを始めたきっかけは、海でボディーボードを拾ったのがきっかけです。で、サーフィンの好きなとこ、思うようにいかないところです。全部好きなんですね。はい。で、まあ、今の活動はやっぱりみんな何を中心とかなくて全体的に全部、はい、一つにこだわらず何でもするのが僕の三刀流プロで、はい。今年はまあコロナとかないから目標って言ってもね、やれるどんな感じでしょう。そうですね、とりあえずまあいろいろいろんなのにチャレンジしていきたいなと思ってます。で、三刀流なんですけど、はい、プロフェッショナルとはどんな人だと思います。そうですね、まあその分野でまあトップに立てる人だと思います。メンタルトレーニングとかコーチングとかトレーニングやってますか。特に何もしていません。それでチャンピオン。はい。で、ファンの人に伝えたいメッセージありますか。僕の YouTube と Instagram に僕のあの面白いライディングとかを投稿してるので、ぜひチェックしてもらいたいと思います。